こういうので溜まってるんですね。どっから取れてるの？ここを外しとくの？ここ。何で、あ、折れた。これで止まってるんだ。こんなんで止まってるんですね。こういうのはいるな。まあいいや。なんか、で、閉めると。閉めます。あ、椅子を前に出しておかなきゃ。スペースは確保できました。ここでロックをすると。次に、これを外す。取れないね。太すぎたか。起きた来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 た。来ましたね。はい。次に、これを抜く。これ、これ。よし、抜けた。抜けました。はい。で、次に、引っ張ればいいの？これロックしてるの？これで。で、ロックか。よし、ゴー！あ、でもこれ邪魔じゃない？うわお。これで抜けるっていうこと？本当？抜けんの？どうやって抜けんの？大丈夫か？本当に抜けんのこれ？やな音。うわお。いた。いた。あ、取れてきた、なんか。マジ？こっちは抜けないぞ。抜けた。取れた。取れました。取れました。この裏側は、こういう感じです。はい、初めて撮りました。こうなってるんですね。ここにモーターがあるってことか。で、ここの、これを外せば、まずそれを外さなきゃいけないってことね。なるほど。あ、10ミリですね。だから10ミリで、次に、あ、これを抜かなきゃいけない。これをまずはここ。よし、抜けました。で、次にこれをここを外して、これを外して、これを抜くと。抜けた。抜けた。外れました。
外れたよ。次はこれか、この3箇所かな。お、なるほど、この青いのがロック材なんですね。よし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 。なるほど。これは、これは外せばいいの。よし、 OK、 外れた。どうなってたか忘れちゃうのね。まあいいや。おほほほほほ、楽にこれ取れそうですね。はい、じゃちょっとこれでいきますか。購入したモーター、こうこうなるってことか。なるほど、こう抜けた、抜けましたね。あれあれ、入ってた、ここここ、よし、お、抜けた。はい、抜けました。でこれをこのこの向きで、これを、うわ、すぐ抜けた。で、この、刺して。OK。これで、入れると。はい。で、入れます。入れる。入った。入りましたね。入って、このテープどうなってるの？あ、簡単に剥がれる。この場所に、よしよしよし、移植だ、移植、こう、あ、曲がった。戻すと、戻す、あれ、オッケー。ビスの位置どこだったかな。ここと、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 ここ。OK。うるさい。よし。これにどうだっけ、こうか。ああ、ボルトが落ちた。まあいいや、ね、ボルト落ちて、こうでしょ。これこうなるちょっと、こうこうか、これこうこうこうだね、こうでこうでこうで、ここの穴、
長さは一緒。これとこれと、はい、これと、よっしゃ、どうだ、これをまず戻すと、どっちにどこうか、これはまずこうして、あ、これは簡単に入りましたね。んでどうなって、これはこうか、こう、でいいのかな、でどうなってんの、かけないのか、これでいいのか、大丈夫ですね、はい、次はこれをつけちゃうか、いやまだか、こうこうこうですね、プラス、できた。テストしたいですね。ロック解除。え、入った。大丈夫、大丈夫。すごい。なんか微妙だけど。そこ、こっちはないのか、そこはない、どっか行っちゃった、そこをはめるか、まずはそっちは抜けないで下にくっついちゃったんですね、そこをうまくはめて、ここをうまくはめて、まああとはちゃんと扉についているんで大丈夫だと。よし、外すか、やっぱり止まった、クリア、あ、抜けた、つけます、先につけます、抜けると、
これも忘れちゃいけないですね。はまったかな？はまりましたね。はまったところでこれいきますか。よいしょ。こうか。よし。入った。ちょっと傷ついた。まあいいや。はまりましたね。で、開くかな。開いた。よし。バッチリですね。汚れちゃったね。よっしゃ、オッケー。で、全部こっちに移しました。移したところで目からこっちから入れた。たったこれだけで治るのはすごいですね。完璧だ。